夏が来たというね、歌わせていただいて、はい、夏が来たね、みんなね、またあっという間に。でも今日暑かったですね。暑かったね。レイナのツイートかな、今日まで暑い、まあ、私で、ね、明日から雨が降って寒くなって、うん、でもまたちょっと暑くなるらしいですよ。またじゃあ夏が来ちゃうと。以上、あの天気予報でした。あ、いいね、いいね、今日いいね、いいね、いいね。でもまあ今10月なんですよね、意外とね、皆さんね、めっちゃ汗かいてますけど、まあ10月といえばですよね、うん、前もお話ししましたよね、10月といえば、じゃあ何ですか、ね、おー、そう、正解です、正解、そうなんですよ、千尋の生誕祭がね、ありますね。爆誕、爆誕、爆誕祭か、生誕祭だ、爆誕祭、爆誕だね、そうだ、うちの爆誕2022だからね、だからね、某2022だからね、そうね、千尋のね、生誕祭、無事にね、全席、即完売ということで、すごい、おめでとう。あの運営さんとミーティング、ちょっとしたミーティングしたんですけど、あの店舗の方も、あの後ろの方もあって、もう一日経たないで埋まったのすごいよっていう話をさせてもらって、その一番前の席、バクター席、バクターチケットの席はあのグッズもついていて、でブロマイド写真とかすごい力を入れて、あのお写真撮ってきたので、そういうのも楽しんで、ね、くれたら嬉しいなって、前のお席の方はって思います。だってそれがついてこその席ですから。そうそうそう、やっぱりそれをね、アクスタのお写真もちょっと頑張ったので、ぜひ大切にしてもらえたら嬉しいなって思います。いや、大切にする前提で撮るよ、そりゃ。そりゃそうよ、だといいな、真ん中に全部一から考えて。そうだよ、そうだよ、相当作ってくれてるから、本当にね、やっぱりこうやってね、このでアスパックさんって真ん中か、ごめんか、そうですね、ここになんか千尋ーズが、千尋ファミリーズ、千尋ーズがいるわけでしょ。千尋ーズ、ピンクフィルターから、そう、ピンクフィルターからいるわけでしょ。超楽しみだね、それはね、私たちもやっぱそういうね、生誕祭、爆誕祭、爆誕をね、そうそう、イメージが願ってますから、私たちも千尋のね、幸せな日にね、はい、それはね、しましょうね、皆さんも一緒にね。ね、だからこの、なんだろう、生誕祭って、爆誕祭を挟んで、生誕祭もね、すごい続いてるわけですけどね。そうそうそう。え、ここはちょっと私、個人的に言ってんですけど、おみんなの好きなケーキ知りたくて。ケーキ？そう、ケーキ知りたくて、うんうん、ちょっと、ケーキ？そうそうそう、ケーキの種類、あ、聞いてもいいですか？はい、どうぞ。お、チョコケーキとか、ショートケーキとかでもいい。私はなんかショートケーキとかよりかはムース系がすごく好きで、甘すぎ、アフタヌーンティー好きなんですけど、甘ったるいの意外とそんなに好きじゃないので、ちょっとなんか酸っぱい感じとかラズベリーとかブルーベリーとか乗ってるムース系のケーキが好きで、綺麗に入
入ってるかな。スライスして入ってるとかそうですね。今度一緒に行こう。そうなの。すごい。どうでるね今度。ありがとう。ありがとう。待って前にちょまってるから。ありがとう。ありがとう。待って。うん。それが好きっていうのを語ろうと思ったら。あら。に言われちゃう。一緒？でもね、一緒じゃん。レーナはよくその某フンズってとこよく行ってるんですよ。そうね。そのイメージ。一人でも行ってるし。あ、ゆるくちゃんの。俺たちの BC の楽屋でも一人で食べてたわ、ね、そう、楽屋にケーキ買ってくるってすごくないですか。確かに、確かに。だって誰も誘ってもなんか食べたくないみたいな。みんな、食事が先に行くのよ。食事があるのにケーキだけ買って帰ってくるっていうから。そうご飯食べないのって。だからみんなと今度は一緒に行こう。行こう、みんなで行こうね。行こうね、離れてね。食べよね、剥がし食べよね。わやら何が、何私はあのちっちゃい頃卵アレルギーでケーキ自体が食べれなかったんですよ。それで誕生日はもうアイスケーキだったんですよ。某私の誕生日だからアイスケーキが結構好きです。もう今でも好きなの。今でも大好き。今は卵も大丈夫。あ、全然食べます。そうか、よかったね。アイスケーキか。今のところ普通のケーキないですね。確かに。私はなんかフルーツタルトが好きなんですけど、うん、フルーツがなんかゴロゴロいろんな種類が入ってるっていうよりは、例えばシャインマスカットのタルトとか。一緒一緒。わかる。なんか一個の種類のフルーツとか2種類までのやつが乗ってるフルーツケーキが好きです。わかりますね。みんないいこと聞きましたね。これから来年も誕生日待ってるし。メモしとかんとね。あれ、そう。大事な。そうだよ。ケーキを聞いてないで。最後。あ、私で。はい。ベリアちゃん。あれ？まあ、そういう日もありますよね。そういう日もありますよね。あ、ゴムが。ごめん。あ、入れられる。ありがとう。つけちゃってたらゴム忘れませんよ。私の好きなケーキですか？私は、でもショートケーキかチョコケーキですね。あ、でも一番下の。超普通。超普通です、私。でもチョコケーキ美味しいよね。そう、しかもね、あの高いのはね、食べれないんですよ。そう、そう、ね、そうですよね。お酒がちょっと入ってたりとか、レモン入ってたりとかするじゃないですか。レモン果汁、うん、レモン果汁ですよ。果汁、果汁が入ってたりとか、ベリー果汁。基本的に、ね、なんとか味ってやつ苦手ですもんね。そうそうそう、うん、なんで入ってんのって思ってだってさ、チョコケーキならチョコだけでいいじゃんって思っちゃうんだよね。だからやっぱお高いところはさ、こだわってくださってる。うん、そう、お安いところもこだわってくださってるけど、うん、私はもう、はい、シンプルなのですごい好きです。うん、そのイメージの確かに、はい、そうそうそう。ってことでね、みんなあの今日はね、推しの好きなケーキを食べていただけるかなと思いますね。はい、すごい平和な会話だったね。ごめんね、みんないきなりちょっとケーキ聞いちゃったけど、よく答えてくれました。眠くなってないですか？大丈夫ですか？眠くなってない？うん、あ、拍手してくれた。いいよ、拍手して。あ、ありがとうございます。優しい。優しい。やっと。優しい。みんなまだ寝ないでね。まだ時間、曲あるからね。で、ちょっと、甘いトークをしたので、ちょっと、辛めじゃないや、かっこよく切れたいと思います。それでは、聴いてください。
い MC の後にかっこいいゆるやと見せて、最後はかわいいゆるやと見せられて、皆さんもっと好きになりましたか？イエイイエイ無理やり拍手する今日はですね、この後ですね、特典会ありますので、そしてビルバンならではのね、特典会もありますので、皆さんぜひよかったら、ゆみらどと一緒にお時間過ごしていただければと思います。はい、それでは以上、ゆみらどれ先生でした。ありがとうございます。